はい、こんにちは、レトスの小野です。7月20日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。短期集中実用カップ講座の現在の割引価格っていうのは本日で終了となります。明日になりますと値上げとなりますのでご注意いただければと思います。実際7月から受講していただいて、法律知識全くのゼロからたった3ヶ月で一発合格していただいた方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ今からでも逆転合格は十分可能です。おそらくこの動画見ていただいている方っていうのは、この3ヶ月で一発合格した方とは違って、ちょっと前からでも勉強を始めていると思うんですよね。ということは、この一発合格した方よりも、一歩も二歩も前に進んでいるわけですよ。ということは、この方よりも合格率は高いって話なんですよね。なので、やり方さえ間違えなければ、今からでも合格は可能だということです。じゃあなんで弊社の短期講座で、このたった3ヶ月で合格できたかっていうと、弊社の短期集中実力アップ講座の解説が他の通信講座や予備校の解説とは大きく違う点があるからなんですね。それっていうのは理解しなければいけない内容、これが記載されているからなんですよ。通常理解すべき内容っていうのは専門書だったりとか、専門的なサイトですね、専門的な内容をまとめたサイト、例えば民法であれば弁護士さんとか法律事務所のサイトとか、まあそういったところで調べていかないといけないんですけども、そういったものも含めて宅建に必要な部分を弊社の短期講座の教材には入れ込んであるんですね。だからこそ短期間で実力を上げることが可能なんです。なので無駄な勉強せずに今年絶対合格したいという方はぜひ短期講座ご検討いただければと思います。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。またこの動画の最後にも短期講座の内容について解説させていただきます。それでは問題に入っていきます。 A が B に対する賃料債権につき内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求により消滅事項は更新する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。内容証明郵便により請求した場合、つまり催告をした場合、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。つまり6ヶ月間は時効により消滅しないってことなんですね。時効消滅しませんよってことです。ただ、催告をしたからといって、時効が更新されるわけではないんですね。つまり、また1からスタートっていうわけではないんですよ。だから誤りなんですね。今回の問題は、催告することによって時効が更新されるって書いてあるから誤りです。時効更新するためにはこの6ヶ月間この間に裁判上の請求などをする必要があるんですね。詳細については短期講座で解説いたします。短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガで関連問題について動画解説をしております。この動画で理解を深めていきましょう。で、問2ですね。取引士 A、 宅建士 A は重要事項説明の際、相手方が特に要求しなかったので取引書を提示せず、また交付する書面にも記名押印をしなかった。この場合 A は10万円以下の過料に処せられる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。10万円以下の過料になる場合は取引士に関する事由だけです。それは3つありますので覚えておきましょう。1つ目が登録少女処分を受けたのに取引書を返納しない。2つ目が事務禁止処分を受けたのに取引書を提出しない。3つ目が重要事項説明の際に取引書を提示しない。で、今回の問題はこの3番ですね。重要事項説明の際に取引書を提示しなかった、これに当たりますので10万円以下の過料に処せられるということになります。ちなみに相手方が提示を要求しなくても、また見せなくていいよと言ったとしても取引書は提示しなければいけません。この点は監督処分の分野でも出題される可能性ありますので覚えておきましょう。で、問3ですね。A が所有する市街化調整区域に所在する面積3000平米の農地について B に売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件として締結した場合、B は事後届を行う必要がある、丸か×かという問題ですね。答えは×です。農地法の5条許可を停止条件とする、この売買契約の締結、これ、事後届の対象になるんですね。対象となる取引ではあるんですけれども、市街化調整区域の場合、5000平米以上が届出の対象なんですね。で、今回3000平米なんですよね。ってことは、これ、届出対象の面積にはならないわけですよ。
したがって今回の問題っていうのは届け出はいりませんよということです。したがって B は届け出を行う必要がある。これは誤りだということですね。で、一応ちょっと関連ポイントとしてお伝えをすると、農地法三条許可、これを受けている場合っていうのは、もう例外として届け出はもう不要になります。もう面積関係なく届け出不要になります。なので、これは関連ポイントですね。で、この問題っていうのは、国土利用計画法、農地法、民法が絡む、まあ非常にいい問題なんですね。で、この問題が宅建試験の標準レベルなので、まあこれちゃんと理解しておく必要があります。すいません。今回はですね、ちょっと、無料ということで、まあ、どうやって理解するかまではお伝えしてないんですけども、こういった部分を短期講座では詳しくお伝えをいたします。で、こういった部分をちゃんと理解できれば、まあ、すごく簡単に解けるようになるんですね。で、覚えるというよりも、答えを自分自身で導けるようになりますので、ぜひですね、理解学習を身につけていただければと思います。そして、今開講している短期集中実力アップ講座。これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても、一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集。こちらは理解学習ができる教材になっています。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり、考え方だったり、答えの導き方。これを解説の中に入れております。なので、これを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。で、もちろん、今現状、ある程度、点数取れますと。合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい。そういった方っていうのは、もうある程度実力があるんですよね。でも、ここを超えられないんですよね。この合格点までいかない。これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても、弊社の短期講座の教材を使っていただければ、さらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり、多少ミスをしたとしても、合格ラインちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で、一方で、ある程度勉強している方であったとしても、理解学習ができていないと、どれだけ勉強しても実力が上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか、予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから、自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないと、いつまで経っても点数って伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない。これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら、弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても、理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げて、できるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない。もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば、合格できる確率も非常に高まってきますんで。もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。そしてこの短期集中実力アップ講座の具体的な内容については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。